竹田市直入町にある長湯温泉、しだれ桜の里では、早咲きの大量桜がまもなく見ごろを迎えます。今年は例年より2週間ほど開花が早いため、今シーズンの営業は予定を早めて今月7日にスタート。4月上旬までの間に6種類2600本の桜が順次見ごろを迎えます。 昨シーズンは県の内外から4万人が訪れ、県内でも有数の桜の名所となっています。地震とか、非常にちょっと暗いニュースがやっぱり続いたので、えー、本当に桜を見て、あの心も、えー、癒されてほしいなと、またこうみんなが元気になっていただけたら嬉しいなと思っております。一方、長湯温泉にあるラーメン店、はやぶさでは。 肌寒さが続くこの時期にぴったりの温かいラーメンが味わえます。醤油や味噌といった定番メニューの中でも一番人気は豚骨ラーメン。20時間以上煮込んだあっさり仕立てのスープに自家製の麺とチャーシューがマッチしたこだわりの一品です。もうスープまで全部飲みました。美味しかったです。特に炙りチャーシューがトロトロで しかも大きくて食べ応えがありました。今日寒かったんですけど、ラーメン食べてあったまりました。2022年のオープンから3年目を迎える長湯温泉、しだれ桜の里。今シーズンの開園は4月上旬までで、菜の花や水仙といった春の花との共演も楽しめます。